マヌエレ・ブラージは、イタリア・チビタ・ベッキア出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは MF。フランチェスコ・トッティなど数多くの実力者を輩出した、エース・ローマのプリマベーラ出身。16歳で、トップチームに昇格するも、経験を積むためセリエ B の US レッチェに、レンタル移籍する。ここで12試合に出場し、 1999年にローマに戻る。しかし、当時のローマの中盤は、選手層が厚く、なかなか出場機会は巡ってこなかった。1999から00シーズンに中田秀俊との交換要員として、AG ペルージャ移籍。正式加入は翌シーズンからであり、2000年1月22日のピアチェンツァカルチョ戦で、セリエ A デビューを果たした。 ペルージャでは監督のセルセコズミからの信頼を得て、不動のレギュラーとして活躍。クラブの3シーズン連続となるセリエー残留に貢献する。2002年にユベントス FC と契約を結ぶ。2002から03シーズンはそのままペルージャに、翌シーズンは AC パルマにそれぞれレンタルされた。パルマでは第2節のフルスペルージャとの試合後のドーピング検査で、 陽性反応を示し長期出場停止に処せられ、このシーズンは12試合の出場に止まった。しかし、保有権を持つユベントスへ復帰した翌2004から05、シーズンは守備面において大きく進歩し、このシーズンのスクデット奪還に貢献した。パトリック・ビエラが加入した翌2005から06、シーズンはジョナタン・ゼビナの故障もあって、右サイドバックにコンバートされたが、 ファビオカペット監督を満足させることはできず、機会に甘んじた。2006から07シーズンは、レンタル遺跡で、アッコフ・フィオレンティーナへ加入したが、出場機会に恵まれず、2007から08シーズンから、ユベントスと保有権を半分ずつ持つ形で、SSC ナポリに遺跡、2シーズンにわたり、レギュラーとしてプレーした。2009から10シーズンは、US チッタディ・パレルモに、 レンタル移籍した。翌シーズンはナポリに復帰。2011年より完全移籍の形でパルマで再びプレーし、2012年1月には US レッチへ移籍した。2015年8月17日、マルコ・マテラッチが監督を務める ISL のチェンナイン FC に加入した。2016年2月2日、レガプロの、S、SS イスキアイゾーラベルデ加入し母国へ復帰。 しかし、翌月22日に、クラブとの契約を解除した。同年7月26日、再び、チェンナインと契約を締結した。2017年9月12日、AS d コンパニアポルトゥアレチビタベッキア20005の指揮官に就任した。ありがとうございます。